うわ、ちょっと待って、挨拶久しぶりやな。右からだ。赤チャンネル、青チャンネル、黄チャンネル、今日は青チャンネルでーす。みんなちょっとごめんね、横動画さ、なかなか最近投稿できなくてすいませんでした。申し訳ないね、ちょっと心配かけたね、ごめんなさいね。ということで、ちょっと久々の横動画なんですけど、毎回恒例のラバー貼るたびになんかお話しするコーナーでございます。そう、見て、結構使ったでしょこれ。だって最後貼ったのが多分前回の動画上げたぐらいの時、そう、ちょっと今ポンって出したと思うんだけど、そう、そんぐらいの時から一回も変えてないから、かなりね、ちょっとかじった形跡とか粒が浮いてきちゃったりとかしてますね。だからちょっとね、今日は同じラバーでね、ちょっと貼り替えていきたいと思います。めちゃめちゃ部屋の中に物臭いわ。ちょっと画面上ではさ伝わりにくいと思うんだけどさ、めちゃめちゃ今煮物臭いの部屋の中。一人暮らしあれあれだよねこれ。よいしょ、板が割れないようにさ、フォア前さガンってやるからさ、かなりやばくないこれ。ほら、こっち側の板がさちょっと剥がれてきちゃってる。あ、うわ、結構板割れちゃってる。あ、やだ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 、ちょっと待って、恥ずかしい、ごめんなさい。え、大丈夫これ。結構いっちゃってるわ。まあ、いっか。よし、こっち側は変えないでいいや。裏だけ変えよう。あ、新品。うぅ。やばいやばい。緊張するね。いつも緊張するんだよ、貼るとき。前回さ、恋バナしながらさ、このラバー貼ったじゃん。それがちょっとね、好評だったんで、またやろうかなって思って。はい。あれじゃない？最近、結婚ラッシュじゃない？ちょっと。すごい結婚ラッシュだなって、青チャンネル25歳は感じてるんだけどさ。待って、ノリがないかもしれない。どうしよう。そんな青チャンネルはさ、今3年彼氏いないの。やばくない？もう妖精さんだよ、妖精さん。そう、3年彼氏いないってことは、YouTube 始めてから、一回もできてないの。そう。まあ、できないもんはできないんだよ。待って、もうちょっとさ、海苔持ってくるわ。あるかな？探せば出てくるかな？あったメーカー違うけど。で、私はね、もしも青チャンネルに彼氏ができたら、どうなるのかってね、儚いね、妄想したの。儚い妄想したんだけどさ、私さ、動画上でさ、結構恥ずかしいことしてるじゃん。例えばカツラかぶったりさ、ちょっとネタっぽいことやったりさしてるじゃん。なんかさ、彼氏できたら猫かぶりそうな気がするんだよね。そう。なんかもうちょっとさ、可愛い自分でいたいじゃん。彼氏が私の動画を見てるんだなって考えると、いや、こんなこと私できなくなるんじゃないかなっていう恐れがある。どう、彼氏側からしてもさ、こんなことやってる女の子をさ、これ俺の彼女なんだけどってさ、動画見せたりさ、なんかちょっと言いづらくない？なんか周りにもさ、ね、そういうのを許してくれるさ、ね、男の人ってね、いるのかな。そうっていう、もしも彼氏ができたらっていう妄想を私はちょっと今ね、してた。チョコレート、うん、もじゃあ乾くまでもうちょっと喋ろうか。超前に募集した、みんなの恋愛相談受け付けます。こっからちょっと恋愛相談を受け付けながらラバーを貼りたいと思います。8月だからさ、そっからさ、あ、やべ、5ヶ月も経ってるわ。ごめんなさいね、ちょっと答えますね。はい、じゃあ行きます。部内恋愛して別れてしまったんですけど、僕は友達に戻りたいんですけど、彼女がすんごい避けてきます。どうすれば仲良くなると思いますか？あー、わかる。これは多分もう時間が解決してくれるのを待つしかないんじゃないかなって私的には思います。喋ってたりすると、周りからちょっと、あ、なんか喋ってるけどなんか仲いいねみたいな感じで思われるのも嫌だと思うし、茶化されたり冷やかされるのも嫌だと思うし、あと、そう、私も避ける側だったの。そう、昔はね、そう、別れたら避けちゃう側の人だったから、すごい彼女の気持ちもめちゃめちゃわかるの。それこそボール飛んできても拾わないとか全然あったし、もう終わったからきっぱりしたいとか、
ちょっと会っちゃったりさ、話しちゃったりすると、また気持ちがさ、その子に向いちゃったりとかも、することもあるじゃん。だから、そういうのも含めて、避けちゃうタイプの人だったの。あ、でも、私も、時間が経ったら、友達として喋れるように戻ったから、ほとぼりが冷めるまで、ちょっとそっとしといてあげるのが一番かなって、青チャンネル的には思います。はい、次行きましょうか。はい、じゃあ、これ行きましょう。彼氏が私より卓球のことが好きすぎて構ってもらえません。デートより何より卓球が優先。あー、いるよね。いるよね。めちゃめちゃね、卓球界多いと思う。そう、多分同じ悩みを持ってる方たちは多いんじゃないでしょうか。彼女何も言わないから、みたいな感じで、卓球やっちゃう男の子かなり多いと思うんですよ。多分彼女が正直に私とちょっと遊んでよって言ってきたら、あ、ちょっとやりすぎかもって多分彼たちも思うと思うの。だからちょっと恥ずかしいし、なんで私が言わなきゃいけないのとか思うかもしれないけど、ちょっとここは勇気を出して、もうちょっと私に構ってよみたいな感じで言ってみるのもいいんじゃないでしょうか。え、なんかすげえ、もう大丈夫かな、なんかこんな色してんだけど。賞味期限とかあんのかなこれ。大丈夫かな。ブリーズしたいんだけど。付き合っても長く続きません。長く付き合うコツは、なんだろうね。私もめちゃ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 長く、一番長くて3年ぐらいか、そうなんだけど、なんだろうな、依存しすぎない、そう依存しすぎないっていうのがいいのかもしれない。僕はすごいロリコンです。どうしましょう、どうしましょうか。ロリコンってどのぐらいまでのことを言うんだろう。あー、15歳までがロリコンだって。5歳までがベビーコンプレックスで、7歳までがハイジコンプレックスで、12歳までがアリスコンプレックス、15歳までがロリータコンプレックスって。じゃあ15歳までの、15歳だと中学生か、中学生か。でも可愛いって思ってる分にはいいんじゃないですか。心の中で思ってる分には。いや、さっきさ、依存しすぎないのがいいって言うけどさ、私も結構さ、ぞっこんタイプなんだよね。そう、もうここしか見てませんみたいな感じになっちゃうから、よくないよね。だから彼氏できないのかな。青チャンネルの意見はこんな感じでした。あ、乾いたから貼ろう。私あんまりさ、貼るの自信ないんだよね。できました。ちょっとバタフライのマークずれた。ちょっとこれから練習なんで、練習行っていきたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、よろしくねって何。チャンネル登録、高評価よろしくね。バイバイ。